T-5、T-5 は、海上自衛隊が運用する練習機。ケム -2 の後継機として採用され、固定翼機、ヘリコプターを問わず全パイロットの初等訓練で使用される。富士重工業、ゲンスバルが製造した。ケム -2 の老朽化とレシプロエンジンによる、陳腐化により後継機が求められた。富士重工はこれに応えるべく、ターボプロップエンジンを搭載し、 主翼や尾翼の形状を大幅に変更したケム 2DJ822 a を独自に製作、1984年昭和59年6月28日に初飛行し、次期練習機のためのデータ収集に当たった。防衛庁はケム 2D の採用を決定し、同時にモックアップ審査が行われ、コックピットを4座席キャノピー型に変更、居住性向上や、 装備の近代化が図られた。ケム -2 回と、加掌された機体は1985年、昭和60年により、調達が開始され、初号機は1987年、昭和62年4月27日に初飛行、同年8月に、海上自衛隊へ納入し、T-5 として、正式採用され、1989年、平成元年から1999年、 平成11年まで36機が納入された。第201教育航空隊、小月航空基地には1989年、平成元年3月22日に初配備された。老朽化により、減数に転じたため、2006年、平成18年から、不足分が再調達され、2008年、平成20年3月27日に1機、37号機、 が納入された。平成19年度20年度予算では共に4期が認められており、20.21年度に各々引き渡される。平成21年度予算では5期22年度予算では4期が認められており、21.22年度に各々引き渡される。平成23年度予算では5期24年度予算では4期25年度予算では3期が認められている。 訓練過程の変更で練習用ヘリコプター TH-135 が導入されたため30機体制に移行している。2012年平成24年11月まで合計54機が納入されている。航空自衛隊では2023年度までに T-7 の後継機を検討する予定であるが、海上自衛隊では T-5 の再調達で、 更新しているため当面は T-5 が運用される。エンジンプロペラを機種に搭載し、主翼は上、返り角がついた直線翼であり低翼配置、座席は前後並列配置で最大4名の搭乗が可能。航空自衛隊は戦闘機パイロットの要請を主流とし座席をタンデムとしているが、海上自衛隊では大型の固定翼哨戒機とヘリコプターを 主力としているため、座席の配置がこれらと同等のサイドバイサイド、操縦桿は8の字を横直しにした両手持ちタイプとなっている。小型機であるため衝突防止等の装備義務はないが、変態飛行の訓練を行うことから、白色のフラッシュライトが装備されている。失速警報装置は、電源不要のストールストリップ式である。ジェット機と使用燃料を統一するため、初等練習機では、 主流のレシプロエンジンではなく、ロールスロイス製のターボプロップエンジン 250B17D を採用したが、訓練生にはパワーが強すぎるため運用時には、リミッターをかけている。副次的な効果として騒音が低下している。主翼形状の変更や、微翼の後退翼化など、回収箇所は多岐にわたり、特に視界を重視した五分割の大型バブルキャノピーと、白色の機体であるため、 外観は、ケムマイナス -2 から一変している。キャノピーは T-3 で採用された後方に、スライドするタイプとなり、乗降ドアは廃止された。T-7 と同じく射出座席ではないため、自力で脱出できるように、キャノピーの開閉は、動力アシスト機能がある。製造を再開後の機体は、一部のケーキや、後方機器などが、アナログから LCD に変更された。 近代化仕様である。また、富士重工がシンボルマークを変更したため操縦艦の中央にあるマークが従来の負から連製に変更されている。海上自衛隊では唯一極技飛行が可能な機体であるため、教官による極技飛行チームホワイトアローズでも使用している。航空自衛隊が後に導入した T-7 は 250B17D の 出力増加型である 250B17 回を採用しており、エンジンの本格的な修理は共に見、エアロエンジンサービスが受け負っている。また T-7 で導入された民生品活用によるコスト削減が T-5 でも後に導入されるなど密接な関係にある。操縦経験がある岡崎拓夫第201教育航空隊司令によれば、 ケム -2 と比較し操縦しやすいため簡単すぎて教育に向かないという意見まであったというが出力のコントロールがシビアなため変態飛行ではスロットルを素早く大きく動かす必要があるというまた初期に生産された機体は膠着装置の状態を支持する回路が接触不良を起こしやすく安全のため訓練を中断して起動することが珍しくないため 1996年頃には臨時帰島の緊急放送でも基地の隊員は慌てなくなったというフライトシミュレータも導入されており小月航空基地のスウェルフェスタにおいて体験登場が行われている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください